んばんは、ハイジーです。今日は横浜赤レンガ倉庫に来ております。このお店のカレーパンが激うまだということでチェックしに来ました。カレーパン屋さんですね。プスプス刺してる。何してんの。これたこ焼きみたいになんか、これ見てたらなんかとんかつとか作ってる感じでカレーパンを作るもんなんですね。こんなに人がいてカレーパン無視なんですけど、これは大丈夫なんですか。心配なんですけどね。見るからにうまそうなラインナップです。これでまずいってことはもうないと思います。いっぱいクリームチーズと甘口カレーパン、すりおろしりんご入り、エビもあるし、クリームチーズのやつもうまそうだな。外に出たらなんか楽しそうなテントがありましたので、こちらで食べてみたいと思います。さあ、というわけで私がチョイスしたのは、さっき全く言ってなかったキノコとナスのカレーパンでございます。コーンフレークみたいのがねまぶしてあるのかな。これなんでしょうね。これだけパッと見たらでももうなんかチキン、クリスピーチキンかなみたいに思いますが、とりあえず今は衣だけ食ってカレーには届いてないんですけど、もう衣がうまいですね。カレーまで行きましょう。まだカレーまで届いてないんですけど、みんなナスが飛び込んできた。今このほっぺの向こう側にナスがあります。